さて、今日使う餌はさなぎ粉 100%。 純正って何から純正なんだろうね。それとこれだけでいいんじゃない。寄せたら使わないの。いいべ、使わない。入る必要ない。さなぎ粉のみ、うん、よし。これをあっちに持って行ってか。どこに仕掛けるんだい。さっなんかその辺のちょっと深いところ水出てくとこ。そうそうそう、それ蛇口があるよ。じゃあこの辺でいい。よし、行け。ここいいね。結構行ったね。紐が足りないんじゃない。どこにやろう。その辺に 石の上にさらに石を乗っければ、うん、石がないんだよね。こういう水中の石でもよければ別に石が、ああ乗せる側の石がないっていうね。そうない。これで大丈夫でしょ。はい、じゃあこれでしばらく結びつけた。なんだよ。黒くよくわからないっていう。じゃあ分かりやすいように石でも置いとく。これでしばらく待ちます。はい、あげましょう。あげます。はい、ハンスさんあげてください。今上に名前呼んでた。それでしょ、その石でしょ。さあ何が取れるのか。よし。お、取れてんじゃね。めっちゃ取れた。モツゴだけ。モツゴじゃね。あ、でもなんか綺麗なやついるよ。とりあえずバケツに入れる。うん。これ取れると思わなかった。予想以上ですね。あ、魚出てきてし出てきてるし。逃がしたいよ、ハート入れるんだ。ああ、いいちょい。めんどくさくなった。俺普通にこれだったら紙用に持ってくわ。ね、こんぐらいのサイズ食べやすいから。90水槽に入れようか。2、3匹取れたらいいかなと思った。古代牛がもうちょっと大きくなってくれればこんな格好な餌なんだけど。こっちのやつじゃさすがにちっちゃいよな。じゃあそっちのでかいバケツに入れる。うん。そういえばこれバケツだった。そうだよ。はい、これ何匹だった。これさすがにちっちゃいもんな。しかも蓋があるし、ね、そう、蓋があるからって。やばいな、何匹いんだこれ。あ、じゃあちょっと黒ファンだからびしょびしょになっちゃうからな。水入れといて。このまま入れちゃえばいい。あ、そういうな、その水濡れた部分が若干濡れるわけか。数える。入れていいの。数えるの結構きついぞ。いや、あの、あれエビ入ってんじゃん。エビ、あ、エビが入ってる。ほら、スジエビ。本当だ。さっきいたやつじゃん。でかくね、割と。そうそう、なんかさっきもでかいスジエビいたの。あ、2匹いる。こっちの、こっちの本当だ。右と左、真ん中に。見えた見えた。よし、じゃあとりあえずバケツに入れようで。さ、これも入れちゃっていいの。じゃね。うん、いいよ。透明なこのトラップ強いな。やっぱね、社会だけのことは。さっきのやつよりも断然入ってるじゃん。ちょっと確認してみる。だいぶなしな。はい、何匹入ってるかな。やば。50どころじゃないよね。え、そんないる。50は全然余裕でいる。余裕でいる。多分7、80ぐらいいると思う。光の反射で邪魔。いや、これで当分亀の餌には困んない。これで安心だ。はい、この番組はさなぎ粉 100% の提供でお送りしました。あ、提供の提供元プレゼントジモンさん。はい、それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。